バッテリーと相談した結果、やめときます。だって今日は、なんだっけ、石黒あれも思わずきた。あ、石倉それをね、狙いに来ただけなんで、まあ、見つかってなかったんですけど、見つかったうちに入るのかな、あれ。とりあえずやめときましょう。なんか反対側に出そうだもんな、ここ。まあでもここも多分さ、佐代さんをぐるっと回るんだと思うんだけど、うん、ここの道ね、結局あっち行ったら廃墟2軒あったところに行くような気がします。帰ろう。クチクチすんな、足。よいしょ。よいしょ。話し声が聞こえるんだよな。山登りのお客さんかな。なんで、この藪の後ろ側に井戸ありますよ。一個ね。四つ見つけると幸せが訪れないっていうね。もう何回も言ってるけどね。こんにちは。こんにちは。あの道路の、まあとりあえず挨拶したら挨拶してくれますね、この辺の人はね。いいところ。まああの道路、ちょっと先はどうなってるのかちょっと知りたいんで、10年前のナビか、この辺のマップで調べてみましょうかね。あの廃墟の方行くとね、全体のマップあるんですけどね、こっちなかったような気がするんだよな。おーよ。多分この石垣は当時のものでしょうね。ちょんまげ時代のね。違うの？まあ最悪でも大正時代のものでしょうね。戦争でボロボロになったもんな。なってないのか、こっちの方は。うんな、戦争なんて。やったってしゃあんねん。人が死ぬだけだ。よいしょ。戦で平和は保てません。よし。木がこの石を飲み込み始めたよ。面白いね。植物ってすごいね。はい、戻りました。さあ、全体のマップはどこにあるでしょうかね。ここの駐車場にないとなると困ったもんだぞ。あれかな。ここにないの？これ昔の地図だもんな。ここの石倉に行きたかったんだよね。
地名なのかな。さっきここからこう行きましたよね。ああで、ここさっきこれロープウェイの跡かなって言ってたところで、ここがあのゴツゴツしてる岩がいっぱいあるよねって言って、でこっちになんかまっすぐの道路があったんだよね。あ、じゃあ合ってんだ。本当？いくらわかんない。あそこにもマップあるから、あっち見に行こう。実は職場の帰りです。職場から近いんですよ、ここ。まあ、通り道っていうのもあるけど。詳しいことは書いてないね。とりあえず佐代さんは一周できますよみたいな感じの道になってるけど、専用の駐車場。はい。ちょっとマップが広すぎてわからん。千人溜まりって何？千人溜まったのか。千人溜まって一斉に攻撃したのか。あと向こう側にもなんかあんだよね。まあ行かないけどさ、ちょっと行ってみようか。これ笠間トンネルか。ああ、やっぱそうだね。さっきのやつずーっと降りていくと、こういう感じで、こう行くんだ。やっぱあの廃墟の方行くんだ。そっか。じゃあ行かなくてよかったわ。めんどくせえ。はい、ここ。ここ行ってみようか。ちょっとだけ。笠間百望宮跡っていうの？もう行ってみ